三笘薫、変態的なダブルタッチトラップで相手を抜き去るシーンが意味不明。トラップで決まった。まさかこのトラップ狙ったの？うますぎ W。トラップ時のダブルタッチは狙っていたのだろうか？確実に狙ってる。ダブルタッチトラップエグすぎ。トラップはだいぶミスってる気が。その後のライン取りが3ってた解説も言ってたけど、相手がこう向ってるから、これ以上はなかなか厳しいでしょ。2タッチ目が意図的なプレイかしか。興味深いですね。私は意図的なのかなと思ってますが、本人のコメントが欲しいですね。ちなみに、ワールドカップのスペイン戦でのアシストが、意図的に、前田太田を前に当たらないように、ボールを浮かせたか、しかが話題になりましたが、あれについては狙ってないそうです。これは意図的じゃなさそう。相手がボール逸らした。おかげでスペースが空いたから、ほんまはファーストタッチで裏、抜けたかったはず。アーノルド相手にも似たような、場面で抜けてたからな。デデルビから、オーダーが出ていた。右サイドの崩しから得点してほしい。耳ごとに応えるゴールエグ。うますぎ三振。コーリンマークされてラフプレー。で怪我だけはしないようにすごい。何やっても絵になる男。久保みたいにかっこいいな。前半、またまた結果出したな。